言いっぱなしとか聞きっぱなしっていうのはもったいないなと思いますし、そうですね、そもそも教育の機会だと思うので、アウトプットの場をもう一回子どもたちに、教員なんかからすると子どもにも発言に責任を持たせて、うん、地域の方とお話、うん、コミュニケーションを取りながら、もうちょっとやっぱこう課題を解決するみたいな、うん、我々側も進化しなきゃいけないし、できれば出てくる意見を少し掘って、で次のステップにつなげていかなきゃいけないなっていう、僕は若いけれども、そこに若いからこそ出せる意見っていうものを入れることによって役に立てるんだっていうふうに、子どもたちのためにっていう、まあ、共通の目標があるからこそ熱量をぶつけ合っていい教育にしていこうっていう会議ができてるんじゃないかなっていうふうに思います。学校のためを思って、子どもたちのことを思って集まってきてるところなんですよ、運営協議会って。皆さん、私なんかメンバーにすごく恵まれて、お話聞くだけでもすごく楽しいです。より良い桃市にするためにです。率直に意見を言ってほしいなと思います。修学旅行が欲しい、増やしてほしい。学校だと学べないけど、行って初めて学べることとか、もっと友達と仲良くなったりとか、そういうことができるから。日数増やして奈良に行きたい。ああ、もっと遠く行きたかった。そうです。どこ行ったんだ。三ヶ浜難しいな、俺も行ったんだよね。砂浜歩いて歩きました。そうそうそう、あの、砂だけになりました。あとビーチフラッグだ。あ、いや、やったんだ。興味津々に聞いてくれる子供たちに話すとすごく楽しいし、自分がお世話になった学校に対して楽しみながら恩返しができるっていう、まあ、この場ってすごくいいなっていうふうに思ったのが最初のきっかけですね。弓ヶ浜の話とかした時も、まあ、こうだったよねとか、そういう風に少しなんか自分の体験とかも交えて話してくれたので、すごいこっちも意見が言いやすくて、僕もなんか大学生とかもうちょっと大きくなったりしたら、なんかこういう感じでその小学生とかにも関わることができたらいいなって思います。僕は小学校の頃、自分がなりたい職業の人にインタビューをするっていうイベントがあったんですよ。子供だからってないがしろにせずに、こうちゃんと一つ一つの質問に対して真摯に答えてくれて、でそれで、将来の夢についてちゃんと考えるようになったわけなんですけど、多分きっとこの子供たちと同じように目キラキラさせながら聞いてたんだろうなっていうふうには思います。どういうふうに教育方針を進めていこうかみたいな会議に一回呼んでいただいて、そこに集まっている大人の方々がもうみんなすごい熱量を持ってこう意見をぶつけ合っていて、自分たちが学んでいた裏にはこんな皆さんの努力があったんだっていうことに気づいて、真剣に向き合って子どもたちのためならばっていうことで頑張ってくださる先生方や大人の地域の方っていうのに対して感謝は忘れずにいたいなっていうふうに。年に2回くらい教員と一緒に話し合いをする場があるんですね。一人の先生がちょっと学習の面でも、教員だけではちょっと手が回らないことがあるのよねみたいなことをちらっとおっしゃった時に、じゃあそれ地域でやろうか、地域でになったらどうだろうかっていう話からカフェ弁を立ち上げた。これなの？どこ買ったの？今回ハフツキンを飛ばしてます。
あ、そっか中心でやってくださってる方が子どもたちとの様子をすごく見てくださる方なので、一人一人今日はどうかな、どうしたのかなみたいないうふうにちゃんと見るようにしております。で持っていくみたいな、あるときは大体来るようにしてます。先生のことを聞いたりとか気軽に話せるのでとても楽しいです。試験が終わった後できっとできたよとかね、やっぱダメだったとかって、子供たちと一緒にこう喋ってるね、やっぱり年上の楽しみですよ。大丈夫かな、あの子どうしてるかなって気になる子たちが中学になってもこう来られるような場所が欲しいっていうのと、たまたまその学校園協議会 の, あの学習支援の場を欲しいっていうのが一致して、いろんな人が地域の人が関わってくれてスタートしたんですね、うん、本当にそれこそ居場所にもうなっているんじゃないかなっていうのはすごく感じます。外で来てる生徒たちに会っても、ああカフェでおいでねとかって言ったりして、もう顔なじみになっちゃうんで、あのそんな感じで、あの、ね、地域で知った顔が増えていくっていうか、うんうん、仲間がやっぱりたくさん増えて、みんなでこういうことやろうって話すと、なんかこうどん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 人が人を呼んで、ちょっと大きくなって、輪が大きくなっていって、学校の先生が来てくれてちょっとアドバイスしてくれたりとかっていうこともあったので、すごくそれは嬉しかったですね。いろんな人に出会えるのはやっぱり、いいことじゃないかなと思います、と生徒たちにとっても。子どもたちっていう一括りにするんじゃなくて、一人一人ちゃんと意見を持ってるので、一人の人間として尊敬を持って接していかないと、本当に聞きたいことも聞けないし、話してほしいことも話してもらえないと思っているので、そこは大事にしたいなと思っています。私たちが何となく興味があってやりたいからやるとかじゃなくて、本当に生徒だったり子どもたちの役に立つことは何だろうか、そこにちゃんとそれを必要としている子どもたちや生徒がいるかどうかですかね。僕みたいな若い人がまずはそういった教育の現場に参加していくことが、なんか変化への、まあ、一歩なのかなっていうふうに